眼科医の平松です。今日は緑内障って突然進むことあるのってことについてお話しようと思います。結構緑内障を見てると、まあ一般的には、まああんまり普段変わらなくて、ちょっと進んだねとか、あんまり変わらないねって言って、定期的に普通に見てりゃいいのかなって思うことはあるじゃないですか。一方で、これって急に進むことあるのかなって心配になることあると思います。今日はどんな時急に進むのか、急に進むとどんな時になるのか、はたまた実際は急に進んでるわけじゃないけど、患者さんとしては急に進んだ感じがする場面についてお話しするので、最後まで聞いていただければと思います。まず、急に進むパターン1としては、何か違うことが起きちゃう。例えば、ブドウ膜炎っていう目の炎症が起きるだとか、出血が起きるだとか、まあ、打撲をするだとか、まあ、そういうことによって眼圧が急上昇して、まあ、進行する。まあ、これはね、なんか想像つくと思います。2個目としては、なんかそんなことないのに、なぜだか突然眼圧が上がったり、眼圧はそんなに激しくは上がんないんだけれども、いつもよりはちょっと上がってきて、で、進行してしまうっていうパターンがあります。で、原因不明なパターンもあるし、はたまた色素緑内障とか、まあ、こう、落雪緑内障とかってパターンは、まあ、そんな感じの経過をたどることが、まあまああるって感じですね。で、三つ目としては、まあ、いわゆるこう、本当は急激に進んでないんだけれども、患者さん、あなたとしては、なんか突然進んだんですよってお話になるパターン。これ何かっていうと、視野が欠けてきて、自分が一番感じるところになると、まあ、すごく悪く感じるっていう感じになります。これを一個一個ちょっと掘り下げてお話しするので、まあ、知っといていただければ、いざ起きた時の、心配にならないし、早めに、眼科に行って対応ができるかなと思います。一個目、これなんとなく想像つきますよね。まあ、出血しただとか、炎症が起きたとか、ぶつけた。まあ、ぶつけたは自分でわかります。けれども、出血した炎症が起きた。こんなのわかるの?って思う方もいると思います。実際、今日の話を聞いとけばわかりますけど、知らないと、ん?って思うだけで、ほっちゃうことがあるかなと思います。出血する場合どういうことがあるかっていうと、まあ、基本的には糖尿があるとか、何らか元の素因があってなんですけれどもね。いわゆるこう、赤っぽく見えたりだとか、ふわっとなんだよね。固めだけ。見づらくなるっていう、まあ、こんなパターンです。両目が同時に出血ってあんまないんですよ。炎症に関しても、ブドウ膜炎があって、ふわーっと炎症が起きてくる。で、この出血も炎症も、基本的にその炎症物質、出血物質によって、そのものでも見づらくなります。とはいえ、1.0 の視力がいきなり 0.1 以下になるっていうよりは、なんか見づらいなと。なんか見づらいと。まあ、こんな感じです。もう一点の特徴は、目の玉の中を炎症物質が、これ目を横から切ったりですけど、目の前の部分をこう炎症物質がこう舞うんですね。舞ってる炎症物質に光が当たって散乱するもんなんで、眩しく感じるって方が結構いらっしゃいます。例えば、今までは全然眩しくなかったライトとか、そういうのが眩しく感じちゃうっていうことがあります。眩しく感じると全部そうかっていうと、どちらかっていうとそれよりは目に傷がついてて眩しく感じるっていうことの方が多いですよ。多いんですけども、まあ眩しく感じて、いつもより見づらくてってなってくると、まあ、何らか出血炎症っていう可能性があります。特にあなたが糖尿病が結構終わりであるとか、はたまた今までブドウ膜炎の起用があるとか、はたまたブドウ膜炎とは言われてないんだけど、なんか眼圧上がったり下がったり結構しやすい人は実は、ブドウ膜炎があって、ブドウ膜炎っていうのは目の炎症なんだけどね。それがあるんだけど、受診の時は大してないから、ブドウ膜炎とは言われてないっていう緑内障の人もいるんですよ。っていうことです。まあこれはね、なんとなく想像つきます。で、2個目。あれ?なんで?ってぐらい突然進む人いるんですね。まあ、特にあなたが落雪緑内障とか色素緑内障ってパターンだと。いや、私そんなこと言われてないから大丈夫って思うかもしれないですけども、結構落雪緑内障や色素緑内障って、確信を持っていないので、そこまで言わないことがあるんですよ。つまり、落雪緑内障のことをもういいから、緑内障とだけ言っちゃってるっていう主治医も、まあ、結構よくいるんですね。なので、あなたとしては、ただの緑内障だと思ってたら、実は落雪緑内障って結構あるんですよ。だから、僕のところで、セカンドオピニオンとか、まあ、要は、そろそろ手術だからとか、紹介とかってなってきたときに、ああ、そうですね、右目落雪緑内障なんですね。まあ、ちょっとだから眼圧をしっかり下げた。ちょっと待ってください。ちょっと私落雪緑内障なの?みたいな会話って結構あるんですよ。うん。つまり、
そんなの初めて聞いたと。ああ、そうですか。一応ね、紹介状には書いたんですよ、落雪緑内障って。そうなんですかみたいな。まあ、こんな会話よくある。つまり、主治医は分かってはいるけれども、まあ、落雪緑内障って病気がね、なかなかね、色素緑内障もそうですけど、分かりにくい。分かりにくいので、説明難しいし、まあ、緑内障であることは間違いないんだからって言って、まあ、そこまで詳しく話さないことが、まあ、あるのかなと。まあ、特にね、これを見ているあなたは、とっても真面目に緑内障に向き合ってるけど、そんな人ばかりではないんですね。まあいいからみたいな患者さんも多いので、まあそうすると、どうしてもそこまで詳しく説明しても意味わかんないって言われちゃうんですよ。っていうのがあって、あまり説明してないのかなと。なので、もしかしたら、あなたは落雪緑内障、色素緑内障かもしれない。落雪緑内障も色素緑内障も両目のあるパターンの人もいますし、片目だけって人もいます。だから、特に片目だけ、じゃあ例えば落雪緑内障だった場合、なんか右目だけ眼圧結構上がるんだよねとか、そういう方いらっしゃいません？もしかしたらあなたは落雪緑内障、色素緑内障なのかもしれないっていうふうに思っていただけるといいかなと。で、そういう方とか、そういうのもない。なんもないんだけど、なぜか眼圧が上がってくることがあるんですよ。もう意味わかんない。なんで？っていうぐらい。もちろん僕がね、わかんないだけじゃなくて、他の先生にも、これ何ですかねって紹介したりして見てもらったりこともありますよ。でも結局、よくわかんないねと。まあ、こんな感じで返答が受けるんですね。で、結局は眼圧下げるしかないよね。まあ、そうですよね。まあ、いうことがありますと。でね、本当に一時的な場合は目薬とかでパッと治るんですけど、まあ、意外と目薬だけじゃなかなかダメで手術になっちゃうっていうケースが、そういう突然眼圧上がる方は多いなって思います。そうすると、まあ6年とか10年とかずっと緑内障を見てて、今まで大丈夫だと言われてて、突然片目の眼圧だけが上がって、で手術だって言われても、なかなか踏み込めないと。いうふうにしている間に、やっぱ悪くなっちゃうことがあるので、そういうふうに突然上がることってあり得るんだなって知っておくと、まあ、いざそうなった時に、ああ、なんか前平松っていうのが言ってたなって、思っていただいて、この動画を見ていただけると、そういえばそうだったって思っていただけるかなと。なかなかね、ずっと見てて大丈夫だった人が急に上がりましたって言っても、腑に落ちにくいっていうのがあるのでね、知っていただけると。で、最後が、これが一番よくあるパターンなんですけど、実際は徐々に悪くなってんですと。なんですけど、患者さんとしては最近富に視野が悪くなってきた気がするみたいな、このパターン。これ何かっていうと、視野ってね、まあ、だんだん欠けてくるじゃないですか。で、ここら辺が全然欠けたって何とも思わないんですよ。でもここになってくると、突然結構悪くなった気がするんですよね。つまり、この10年同じスピードで悪くなってるけど、真ん中のところは1ヶ月だけでもすっごい激しく進んだような感じになってくる。この真ん中か周辺かっていう問題が1点。2点目が、その割合になってきますよね。例えば、100見えてる中の1悪くなると 1% じゃないですか、ね。でも、あなたがもう結構悪くなって10しか見えてない場合、1悪くなると 10% なんですよ。つまり、同じような進行スピードでも10倍のスピードに感じてしまうわけなんですよ、ね。だから、真ん中になってきて、かつある程度進んでくると、突然席を切ったように悪くなって、もうこれどうにかしなきゃと焦るかもしれないけど、いや、実はそれ前からなんですよってことが、まあまあよくあるかなっていう感じですね。まあ一番あるケースとしては結構前からで、まあ手術しませんかと主治医の先生に勧められてた。でも、まあなるとか食事とか、気をつけるから手術までしたくないんですと言って真ん中に来ちゃって、うわーっと進んできて、先生急に悪くなったんですけど、急いで手術してくださいみたいな。いや、こうなる前に手術した方が良かったんだよねとかって言いながら。っていうことが多いかなって思いますんで、まあそういうふうに突然のように感じるけれども現実はそうじゃないってことも結構あるので、だからこそそうやって見づらいなぁと感じる前に目薬増やすとかレーザーするとか手術をするとか何らかの、治療の選択肢をあまり嫌がらずにやっていただければなぁと思います。僕はいつもね、やっぱり人生を楽しむために目を良くしてほしいってことがあって、目薬とか手術とか、やっぱり医療的なものだけじゃなく自分でできることも考えましょうって言ってます。ただ、それは医療的なものを無視しようということではないので、必要な時期にそれを受けるのを避けてしまうのはあまりいいことではないので、
まあ、ちょっと今日のお話をちょっと頭に入れといていただいて、お互い後悔しないように人生をよりよく過ごせるように考えていただければと思います。まあ今日のお話が参考になったなとか、まあいう場合は高評価ボタンだけでも結構ですので、まず押していただければと思います。よろしくお願いします。